戦略村戦略村は、ベトナム戦争中に、イゲリラ作戦の一環として行われた住民の強制移転において、その移転先となった人工的な村落を指す。農村部へのゲリラの浸透を防ぎ、孤立させて、その平定を容易にするため、ベトナム共和国とアメリカ合衆国の両政府が採用した。1962年、農村部住民への 南ベトナム解放民族戦線の接触と緩和を遮断するため、南ベトナム政府は、米国の指導と財政支援のもと、戦略村計画を開始した。この計画はその先駆けとなった農村開発計画と同じく農村部に新しく保護村を作り、そこに移住した農民に対して保護と助成を与えることで、農民と政府との結びつきを強め、 中精神を獲得することを狙ったものであり、両計画は1950年代後半から1960年代前半の南ベトナム社会に非常に大きな影響を与えた。しかし、結局のところ戦略村計画は失敗に返した。この計画は農民たちにむしろ反感を抱かせ、ベトコンの側へ走らせることになった。1963年11月。 南ベトナムのゴディン・ディエム大統領がクーデターで打倒されると計画も中止に追い込まれ、農民たちは元の住みかへ戻るか、あるいは戦火を避けて都市部へ流出していった。戦略村計画を含めタイゲリラ作戦や戦部作戦がことごとく失敗に終わったことは、米国に空爆と地上兵力の投入による戦争への直接介入という道を選ばせる契機となった。 ありがとうございます。